こんにちは。福祉のラジオ、川原田優香です。この前ですね、大学の介護コースの友達と久しぶりに集まってランチをしたんですね。チーズオムライスを食べながら、ああ、授業であんなこと聞いたよね、とか話しながら、すごく充実した時間だったんですが、その中で施設だったりとか、認知症の利用者さんがトイレに行きたいとか、こうしてほしいというお話があった時に、どうしてもバタバタ忙しくて、ちょっと待ってって言っちゃうけど、具体的にあと何分待ってって話すことが大事だよねという話をしました。ああ、確かにそうだったなぁと。なかなかバタバタして忙しい部分があるのはもちろんわかっているんですが、具体的に話すことで利用者さんに少しでもちゃんとあなたのことを考えてるんですよ、思ってるんですよっていうことが伝わるのかなと改めて感じたところでした。さあ、今日はですね、伊佐市で8月12日月曜日に行われる覗いて聞いてみて福祉の仕事というイベントについてご紹介したいと思います。福祉のラジオ、この番組は介護施設紹介センターかごさぽ、就労継続支援 B 型事業所みんなのおうち、梅田グループの提供でお送りします。今日は展望スタジオにゲストさんが来てくださっています。伊佐市社会福祉協議会の上園拓也さんです。上園さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは社会福祉協議会ではどんなお仕事をされていらっしゃるんですか？はい、伊佐市の地域福祉に関して、お仕事をしております。地域づくりだったりだとか、あと生活の困りごととかですね、そういう市民の方に対する福祉の仕事というのを行っております。今日はですね、なんとご家族の方もね、来ていただいているということで、ありがとうございます。どんなお父さんですか？優しいお父さん。お、優しいお父さん。お父さんのさ、お仕事しているとこ見たことある？ない。あ、ないんだ。じゃあ今日はちょっとね、福祉の話もね、聞けるみたいだから聞いてみてね。はい、ありがとうございます。ちょっと恥ずかしそうですねではそれではですね、伊佐市の社会福祉協議会の皆さんが福祉のことを学生さんや一般の方にも知っていただきたいと、あるイベントが行われるんですよね。はい、覗いて聞いてみて福祉の仕事という企画を伊佐で初めて、打ってみました。うんうん、日時が8月12日月曜日祝日なんですけれども、9時から12時まで、孫子館の方で、開催いたしますので、ぜひ皆さんお越しください。覗いて聞いてみて福祉の仕事、なんだか名前もそしてポスターもユニークですね。このイベントを開催するきっかけって何だったんですか？はい、伊佐市は少子化がすごく進行しておりまして、うん、特に福祉人材の確保が大きな課題になってます。うん、ここで伊佐市内の3つの社会福祉法人が協力をして合同説明会ということを開催することにしました。うん、まあ、これは魅力であったり伊佐市で働くメリットっていうのを広く PR をしたいということで、また求職者と事業所のマッチングを促進するための取り組みとなっています。うん、やっぱりお仕事をするとなっても実際に、ね、どんな、ね、仕事をするのかなとか、こうやってこう広いイベントとして見ることができるっていうのはとってもいいですもんね。具体的にどんな内容になっているんですか？はい、今回の説明会はカフェのような和やかな雰囲気で行うのが、特徴です。うん、まあ、フリードリンクの中であったりだとか、あとキッチンカーも用意しておりまして、また普段着で気軽に参加できるイベントとなっております。すごい。プログラムは3法人の職員によるトークセッションと、各法人による個人ブースでの説明会がありまして、福祉の仕事についてリアルな話が聞ける構成となっています。トークセッションってどんなことを話しするんですかね？これまでの福祉で実際に働いている先輩たちの話ということで、伊佐で働く魅力だったりだとか、あとプライベートの過ごし方であったりですね、いろんなことをお話を聞くチャンスかなというふうに思っています。すごい貴重な機会ですね。しかも
ぶっちゃけイサでよかったと書かれてますが、なんだかこうちょっとなかなか普段聞けない話も聞けそうですね、高校生の方にもボランティアで来ていただいて一緒にお手伝いをいただいたりしてですね、できるだけその話しやすい雰囲気っていうのを作りたいと思っています。さらに嬉しい特典もあるそうですね。はい、当日はキッチンカーの方も来ていただく予定です、で参加いただいた方には500円割引のクーポン券の方もプレゼントいたしますので、ぜひ、そちらの方もご購入いただけるとありがたいなというふうに思っています。こちらどんな方が参加できるのか改めて教えてください。はい、参加者につきましては、令和7年度卒業予定の、就活をされていらっしゃる皆さんはもちろんですけれども、高校生の方また一般の方も参加できるふうになっています。わかりました。上園さんの思う福祉の魅力ってどんなところだと思いますか？はい、やっぱり生活に困りごとっていうのは必ずありますので、それにこう対応できるというか直接的に関われるっていうことはすごく大きな魅力かなと思います。また人生いいことばかりじゃないので、大変な時もあると思いますし、その時に誰かがやっぱりその支えてくれる人がいることっていうのは大きいかなと思って。そうですよね。人生なくてはならないこの福祉介護のお仕事じゃないですか。まずはこう一度知ってみていただいて、こう見方が変わったりとか実際にやってみたいって、ね、思う方もきっといらっしゃると思いますしね。ではそんな上園さんからリスナーさんへメッセージいただいてもいいですか？はい、いさしでは初めてとなりますこの産法人の合同説明会なんですけれども、福祉の魅力とかいさしで働く素晴らしさというのは、ぜひこう直接話を聞いていただきたいなというふうに思っています。はい、皆さんの参加をできるだけ、たくさんの参加を心よりお待ちしています。はい、パパの仕事すごいでしょう。うんとうなずいてくれています。改めて8月12日月曜祝日です。午前9時からお昼12時までまごし館ホールで行われます。詳しいお問い合わせ先は伊佐市社会福祉協議会0995-26-4120 0995-26-4120までお問い合わせください。では皆さんで声を合わせていきますよ。福祉の仕事覗いて聞いてみてください。バッチリ。福祉のラジオ。この番組は介護施設紹介センターかごさぽ、就労継続支援 B 型事業所みんなのおうち、梅田グループの提供でお送りしました。